いつも皆さんにいい映像をお届けしたいと思ってます。どうも、チャッパラの久保でーす。まあ、そのわけでね、まあ、そのためにアクションカメラをね、まあ、買ったわけなんですけどもね、まあ、使ってみてなかなか良かったんで、まあ、いつもどんな風に撮影してて、まあ、どんな映像が撮れるのかっていうのをね、見せしようかなと思います。じゃあいつものようにセッティングします。はい、こんな感じですね。で、基本ね、この iPad と連携してね、外で撮影するとき撮影してますね。で、これ X さんでなんですけど、こう単品でね、売ってるのと、あとこの腕時計型の、まあこれじゃないですけどね、なんか腕時計型のなんか液晶と、なんか連携してね、撮る液晶がセットで売ってるんですけど、それだと単品で買うより、なんか1万から1万5千円ぐらい高いんですよ。まあだったらなんかもう iPad もねありますし、まあ、iPhone ともこれ連携できるんで、まあ、それで十分かなと思ってちょっと今回今単品でね買っちゃいました。まあ今のところね全然不自由なく使えてるんで、まあ全然いいかなって感じてますね。であとこれバッテリーなんですけど、もうこれ充電しながら撮影してるんですよ。で基本このアクションカメラっていうのは外で撮影するようにね買ったんですけど、でそうするとやっぱ外で撮影するとね一番怖いのってやっぱバッテリー切れじゃないですか。だからまあこれ充電しながらね撮影できるっていうのはまあ一個のいいところですよね。でやっぱ外の撮影っても常にねこうやってなんか連携してね撮影できるわけじゃないから、なんかバッテリー切れってやっぱ怖いじゃないですか。だからねこれはね買ったんですよ。ニューモアってところのなんかバッテリー2個とこれ充電器がねセットになってるやつなんですけど、まあ、ちょうどね充電してるのが、ね、今これにあるんですけど、これ裏表でね同時に2個ねバッテリー充電できるっていうね、すげえいいやつ。これだとねバッテリー3個体制でねできるんで、外で撮影するときはもう本当に充電器が心配なくこれ撮れるっていうのがいいとこですね。で今ねこれ iPad ね連携してるんですけど、まあ、リアルタイムでね映像が見れるだけじゃなくて iPad からもね操作がねできるんですよ。まあ、例えばここでねズームができるんですけど、これ通せばねズームバババババーってできて、まあ、こっちに押せばズームアウトがねできます。でこれ押せばね録画もできるんですけど、あと、まあ、メニューボタン押せばねもっといろんな詳細の設定ができるんですよ。でまあよく使う機能だけね紹介すると、録画モードかな。でこれねアクションカメラ実はね 4K 撮影ができるんですけど、一番上が 4K 選ぶと 4K 撮影ができて、ただ 4K 撮影だと連続で30分ぐらいかなしか撮影ができなくて、結構なんか熱持っちゃうんですよ、撮ってるとね。だからこれはね30分以上の撮影ができない、まあ、ちょっとねモードになるんですけど、まあ、30分以上撮るんだったら下のハイビジョンかな、ハイビジョン撮影で撮ることをお勧めします。まあ、ただ30分以上連続でね今のところ撮るところはないので、まあ、ずっとね 4K で選んで撮影してますね。であとはやっぱなんといっても画角設定かな。ワイドとミディアムとナローが選べるんですけど、ワイドだと今このワンちゃんとね飼い主さんがいるとすると結構横のね幅ね広く撮影ができるんですけど、でこれを、まあ、ミディアムとかにするともうワンちゃんのね横とかもだいぶ狭まってねこうやってなったりとか、あとまあナローとかにするとね本当にもうめっちゃ狭まっちゃってズームしたようなね映像が撮れるんですよね。まあ、ただねこれ狭い部屋の中だとね説明しても分かりづらいかなと思ったんで、ちょっともう外でねもう撮影してこようかなと思います。どうせ撮影するんだったら、もうジンバルもね、せっかくあることですし、もうこれに乗せてね、撮影しようかなと思ってます。ただジンバルってなんか、負荷重量みたいなのがあって、120g か 650g だったかな、のものじゃないとなんか安定がね、しないんですよ。まあで、このアクションカメラが、確か 130g ぐらいで、まあ、基準値には満たしてるんですけどね、やってみたんですけど、あんま安定しなかったんですよね。だからね、ちょっとこういうの、買ってきてて、板重りなんですけど、釣り具屋さんとかにね、売ってるんですけどね、参考までに。で、まあ、これ 300g ぐらいでね、板状になってるこの重りがあるんですけど、これを半分ぐらい切って、まあ、150g のね、重りの束にして、アクションカメラに、まあ、くっつけてね、撮影してるんですけど、まあ、大体これで合計 300g ぐらいかな。で、ちょうどね、安定してるんで、これでね、撮影してます。で、こんな風につけてるよっていうのはね、ちょっとここら辺に写真とかね、出してみようかなと思ってます。まあね、くっつけてんのはね、これなんか養生テープって言って、なんかくっつけた後も剥がしやすい。剥がしても汚れがつきにくいようなテープでくっつけてるんで、まあ、こうやってまとめてね、まあ、カメラケースとかなんかにも入れとくと、いざっていう時に役立つんで、これおすすめです。ほんじゃ、行ってきまーす。はい、ってことでね、今、外で撮影来てまーす。X3000 の今、4K 撮影してるんですけどね。ワイドモードで
撮ってるんですけど、まあ、どんぐらい広く撮れてるんですかね。感覚で言うと多分右の端の木とか映ってんじゃないかなと思いますね。よし、やっぱねアクションカメラ声どんだけ入るかっていうのもちょっと気になるところですよね。どうだろう、結構綺麗に撮れてると思うんだけどな。あとちょっと映像そこ見返して撮ってみようかなと思いますね。では手で持ってるんですけど、手ぶれとかどうなんだろう。今ね結構草むら芝生の上か歩いてるんですけど、まあ、普通の道に比べては多少デコボコすると思うんですけど、ここでどんだけね手ぶれが構成されてるのかっていうのもちょっと映像見返して後でちょっと確認したいですね。画角が今ミディアムで撮ってるんですけど、どうですかね、どこら辺映ってるかな。ミディアムだとここからだとあれかな、この木があって横の木ともう一本あったら真ん中ぐらいかなと思ってるんですね、感覚的に。うん、そんな感じかな。まあミディアムだと どうだろうね、どういう時に使うのかな、難しいな。ちょっと使ってみてそこはちょっと勉強していこうかなと思いますね。画角ナローで撮ってますね。ナローだとだいぶこうなんだろう、画角が狭まってね、なんかズームしたみたいな映像を撮れると思うんですよね。でもここからだと木1本1本ぐらいしか映ってないんじゃないかな。うん、いやナローだとどういう時に使うのが一番いいんだろうな。このスキーとか行ってる時に本当か目の前だけのコースを映したいみたいな、そういう映像撮る時とかにいいかなと思うんですよね。今度なんかスキーとかスノボ行く時にこれ使って撮ってみようかなと思いますね。うん、なのだと本当もうこんぐらいじゃないかな。本当にまあこうやって2本映ると思うけど、かなり狭いんじゃないかな、なのだとね。X3000 でもジンバルつけてちょっと結構本気めにダッシュしてみようかなと思います。これでどんだけね手ぶれなく撮れるのか見ていきます。ちょっとでもね本気だけど気をつけながら撮れていくよ。これジンバルとアクションカメラを起こしたらもうやばいからね。もうどうだ、これ芝生の上とか来てるけど、結構走ってるぞこれ本気で。どうだ、いい映像撮れてるかなこれで。はい、ふわりちゃん、いや早かったね。あ、クンクンしてる。いやー可愛いね。ありがとうございました本当に。ありがとうできるの。あ、可愛い。ありがとうございました。可愛い。おやつめっちゃ待ってる。可愛い。じゃあ今日はふわりちゃんに出ていただきました。ありがとうございます。はい、持ってきました。いやー楽しかったですね。いや見ましたもん、ジンバルとこのアクションカメラが組み合わさった時の映像。いやもうびっくりするぐらいなんか滑らかな綺麗な映像撮れてましたね。途中でねなんかちょっと散歩してたワンちゃんいたので、ちょっと声かけてね一緒にカメラをねアクションカメラをねつけてちょっと走ってもらったんですけど、まあああいうね面白い映像撮れるっていうのも、まあ、アクションカメラのいいところですよね。まあ本当はねちょっとワンちゃんとねこう並走してねナレーション見ながらね動画撮ろうと思ったんですけど、全然追いつけなかったっすね。ちょっと年かなやっぱ。まあ、てな感じでね、
これカメラ選びの時もね、参考に皆さんもしていただければと思います。では以上ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。